ブラッター会長とプラティニ副会長の8年間活動停止のニュースを聞いた時あなたの反応はジャーナリストアンドリュー・ジェニングスさんですちょっとだけ笑いましたよでも真のペナルティーではありません今日レポーターたちが騒いでいるのは他に話題がないからです本当のところはスイス警察が本気で捜査を始めたら私はブラッター氏の立場に立ちたくないですね それは FBI やスイス当局による広範囲の捜査が始まったことを我々が5月に聞いたときのことですよね始まりは FBI が私に連絡してきた2009年で彼らは徐々に立件していきました違いは FIFA が民間組織だという点です彼らは不思議な処分を下しました他の決定も変です私は彼らの処分を真剣に捉えていません実際彼らが信憑性を示した唯一の理由は信用を失いつつあったからです まず倫理委員会の発表に戻りましょう。ゼップ・ブラッター氏の反応についてです。あなたは15年かそれ以上も粘り強くブラッター氏を追っていましたが彼はとても挑戦的です。それには驚かれないでしょうね。You, <at> 全く彼は半ば気が触れていますからね。権力の座に長く居座っていました。 鏡を見てはすごいな私は世界一重要な人間だぞと考えていたんです恐れずに反論する人は誰もいませんでした彼は自分を理解できているのか分かりませんが明らかにその当時の影が残っています何年も取材してきてどんな人だと思いますか実際現実を把握できていないようだと言いますがあなたは先日 FIFA に入れませんでした連盟から出入りを禁止されていましたね ジャーナリストとしての報道はその時点で止まりました私が出入り禁止になったのは12年くらい前からですねでも重要なのはそこではありません重要なのは FBI が動いていることスイス警察は出遅れたので追いつく必要がありますが時間をかけて捜査するでしょう連続殺人犯がチューリッヒの街をうるついているわけではありませんから素早く動く必要はありませんブラッター氏に着々と迫りすべてを解明するでしょう 面白くなるのはそれからですサーバーに入っている情報があるから覚えているかもしれませんが5月27日に大騒ぎになり大して重要ではない人たちの逮捕が一斉に報道されましたそれと同時に同じ日にスイス警察の別の班が FIFA 本部に乗り込み警察バッジを見せて9テラバイトの情報を押収したのです記事になるのはそこです情報の中身が明かされ始めれば私を含む誰もが興味を持つでしょう ええ、もちろんですね。それに捜査は続きます。今日の展開に関しては、FIFA が浄化されるときだと思いますかそれとも、それはまだ先のことだと思いますか <laughs> まだこれからですね。いいですか数週間前の逮捕の場所は同じホテルだったんです。あの古狸たちはみんながうんざりしていることを分かっていません。みんな彼らと縁を切りたがっている 警察にしょっぴいて行かれるのを見て喜んでいます。fifa は立ち直るまでにまだまだ落ちるでしょう。別の国で立ち直るかもしれませんね。Been driving you all these 長いことモチベーションになっていたのは何ですか？fifa には出入りを禁止され、関係者に何度あっても無視されたり、立ちのくように言われたりしていました。それでも続けた理由は？A good story. いいネタだからですよ。堕落した人たちに出入りを禁止されても何とも思いません。 いい基準があります調査の対象人物なら誰でも世界のどこでも自宅に連れてきて家族に合わせられるかと考えてみるんです妻と子供にこういう人たちの影響を受けさせるなどもってのほかですつまらない人間ですよでも楽しかったですね全貌は明かされます、ね 残念ながら誰もがあなたと同じ考えではありません。ゼップ・ブラッター氏が会長に再選されたのはそんなに前のことじゃありません。FIFA 内にはまだ彼をトップに据えたがるメンバーが大勢います。でもそういうメンバーって誰ですか金を受け取った人たちでおいしい補助金をチューリッヒやジュネーブ、あるいは自分が選んだ銀行口座に送金する人たちです。私はは月がととてても楽ししみですすすねは次期会長選を実施するとしていますから 逮捕されるために立候補するようなものですスイス警察は開発補助金を調査すると断言していますからでもこれも全く注目されていません大半のジャーナリストには衝撃度が足りないのですでも実はこれが FIFA の方向性にとってはより重要なのですあなたにとって今日の展開はどんな意味を持ちますか FIFA の倫理委員会がここのの行動を起こしたのは、FIFA、内部でで変化が起きていいるととううことでしょうか。倫理委員会は存在意義を保つのに必死でしょうからこれはやる必要がありましたこの前は恥ずべき処分を下しています韓国サッカー協会名誉会長に6年チリサッカー協会元会長には7年だったと思いますこうした処分は全くふざけている今どんな処分を下したとしても存続できないかもしれませんね